次に、渡辺三友議員に質問を許します。渡辺三友議員。 私は礎の会として先に通告した事項について順次質問してまいります大項目の一つ目は本市が推進すべき観光振興策と文化財の保存についてです先頃会津若松市政120周年シンボルマークが発表されました以前から目にしていたデザインに文字を入れてただけにも見えますが それはそれとしてホストタウンとなっている太陽国のボクシングチームのトレーニングキャンプが行われたりインバウンドの外国人観光客が目に見えて増えているなど来年以降の観光振興策につながる取り組みが新聞やテレビ報道を通じてわれわれにも伝わってきていますただ課題が全くないわけではなく 今後の本市が推進すべき観光振興策が単発ではない継続的な事業展開が求められているため今回改めて質問を準備しました最初に広域観光と滞在型観光の振興策について3点伺います1点目に広域観光や滞在型観光の現状に対する認識と一般財団法人 会津若松観光ビューローにおける DMO の取り組み状況や成果及び今後の目標について市の関わりとしての考えをお示しください2点目として国が本年10月に発表した観光地域づくりに対する支援メニューに対する市の認識と活用の可能性について見解をお示し願います3点目は 母新150周年記念事業がまもなく終了しますが、来年度に向けた観光振興策の目玉は何なのか、市の考えと施策を具体的にお聞かせください。次は、インバウンド誘致とホストタウン事業の取り組みについて質問です。10月29日に会津総合開発協議会会津若松地方部会の 調査研究事業として開催された外国人の目インバウンド展開とアクセス利用に私も参加させていただきました会津総合開発協議会の会長である市長と担当すべき観光課長の姿は確認できませんでしたが参加された皆さんにとっては JR 東日本や東武鉄道アナ総合研究所の取り組み紹介も大変参考になりましたし これからの課題解決に向けた糸口が垣間見えたのではないかと思います。そこで一つ目は、国のホストタウン推進要項に対する市の認識と、特別交付税や地方債措置、いわゆる地域活性化事業債を生かすために必要と思われる事業計画をお示しください。併せてその推進策及び 本市の取り組み状況をお尋ねいたします2つ目に今年6月に住宅宿泊事業法や県条例が施行され始まったいわゆる民泊ですが市内の民泊の入り込み実績と今後の可能性に対する認識をそれぞれお示し願います3つ目には V 案内所の利用者をはじめ宿泊者数など 本年これまでの外国人観光客入り込み数の実態をどのように把握されているのかお聞かせくださいまたその傾向と今後の見通しをお尋ねしておきます四つ目として2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた東北管内のホストタウンの取り組み事例などに対する市の認識をお尋ねしますまた それらの研究はどのように進められ、生かされているのかお聞かせ願います。5つ目に、インバウンド対策としてのジェットプログラムによる国際交流員、いわゆる CIR の活用に対する市の認識と、制度活用の考え方をお示し願います。中項目3つ目は、日進館天文台を生かす保存の考え方についてです。 のを受けた渋川晴美が暦くりを始めた会津藩ですがその重要な天文学を選択制の授業で学んでいたとされるのが藩校日進館の生徒たちです現在私が住んでいる米田一丁目にその天文台跡はあります過去に何度か一般質問した日進館天文台ですが今日は以下の点に絞って質問いたします まず、日本天文遺産に対する認識と認定に向けた可能性について、市の認識をお聞かせください。その上で、現存する日本最古の天文台跡と言われている日進館天文台の保存・活用にかかる今後の方向性について、市の見解をお示しいただきたいと思います。次に中項目4つ目つの 温泉振興と鉄道を生かした有客宣伝事業についいて伺います先月11月12日に、東山・芦ノ牧両温泉から市長宛に提出されている要望書に対する市の受け止め方と要望事項への対応策をお示しください。また、次年度に向けた新たな温泉振興策を具体的にお尋ねいたします。さらには 鉄道各社、JR、東武鉄道、野岸鉄道および会津鉄道との連携により、両温泉振興策と市内への誘客宣伝事業をどのように結びつけるべきと考えておられるのか、市の見解をお聞かせ願います。大項目2つ目は、市民に愛される市政やまちづくりと、教育行政についての質問です。 最初に市民に愛される市政の実現と、仮称会津若松市民の日の制定について、市の考え方をお尋ねいたします。昨日の代表質問で、来年は参選を目指して立候補を表明された市長ですが、市長は2期7年数か月の間で、市民に愛される市政をどのように推進してきたと認識されているのか、お聞かせください。 また、市民の声をどのように市政に反映できたと考えておられるのか、見解をお示し願います。次に、福島県民の日は、明治9年1876年8月21日に、現在の福島県が誕生したことを記念して、平成9年1997年に制定されていますが、今こそ、募集150周年を記念して、 会津若松市民の日の制定を検討すべきと考えますが、見解をお尋ねいたします。また、他市の状況について認識を伺います。中項目2つ目は、JR 会津若松駅前の整備とまちづくりについてです。まず、現在進めようとしている駅前整備に取り組む市長の理念と、 将来像を具体的にお示しくださいまた、関係機関等との協議はどのように進められているのかお尋ねいたします。2点目に、市長は市民共同や参画によるまちづくりをどのように推進しようとされているのか、その考え方と方向性をお聞かせください。3点目は、日本型ランドバンクについての 市の認識をお示し願いますその上で、本市の空き家対策や低未利用地等の活用を目指す、まちづくり事業への支援策を検討すべきと考えますが、これらについての見解を求めたいと思います。最後、中項目の3つ目は、新教育庁の方針と、教育行政における課題認識について3点伺います。 寺木教育長、ご就任誠におめでとうございます。武道をたしなむ教育長の手腕に、学校関係者や子供を持つ保護者から大きな期待が寄せられています。今回は初めての定例会ですから、激励を込めて質問をさせていただきます。一つ目に、教育長が目指す本市の子供たちの将来像とは、どのようなものを描いておられるのか。 見解をお尋ねいたしますまた、行人小学校の建て替え計画に対する教育省の理念をお示しください。二つ目は、平成27年度から施行されている子、子ども・子育て支援新制度における新たな認定こども園制度への円滑な移行、促進のために、平成31年度末までの間、 特例制度を設けている保育教諭の資格特例と保育教諭の幼稚園免許失礼幼稚園教諭免許状および保育士資格取得の特例に対する市の認識をお聞かせくださいまた、本市における対象人数など現状と今後の課題について見解をお尋ねいたします。最後に 教育現場における国のジェットプログラムや、スポーツ交流、スポーツ国際交流委員、いわゆる SEA の活用について、市の認識と今後の取り組みの考え方をお聞かせいただき、壇上からの質問を終わります。 市長渡辺認議員のご質問にお答えをいたしますはじめに市政を推進してきた認識と市民の声の反映についてであります私は市長就任以来今日まで感動と協働による全員参加のまちづくりを基本政策に掲げ市民の声に耳を傾け安心して暮らせる藍津若松市の創造と再生に全力で取り組んでまいりました 1>, 1期目の4年間につきましては、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興再生に向けた取り組みに邁進してきたところであり、放射線対策や風評被害の払拭に向けて、多面的な取り組みを継続的に推進してまいりました。また将来に向けて、持続力と回復力のある力強い地域社会をつくることを目指す、 スマートシティ会津若松を標榜し、市民が安心して快適に暮らすことのできるまちづくりに取り組んできたところであります。さらに地域における新たな産業の創出や雇用の創出に向けた取り組みを推進するとともに、市民の生活に寄り添い、市民福祉の向上を図るためのさまざまな事業にも積極的に取り組んできた4年間であったと認識しております。2期目においては 1>, 1期目の取り組みをさらに継続しつつ、平成27年度に策定しました会津若松市町ひと仕事創生・人口ビジョン及び総合戦略に基づき、持続可能な地域社会を構築すべく、さまざまな観点から取り組みを推進してまいりました。平成29年には、市民の皆様が地域の豊かさを実感できる町の実現に向けて、第7次総合計画を策定し、 多様な主体の参画と共同を得ながら、市民各班にわたり、独自性のあるさまざまな取り組みを進めてまいりました。一方で、将来にわたって安心して暮らしていくためには、仕事の場が必要であることから、既存産業の振興や新たな雇用の受け皿の確保等にも取り組んでまいりました。こうした取り組みは、行政のみで推進できるものではなく、多様な団体、 業種地域などとの連携交流を通して広く多くの知見を得つつ新たな考え方や手法を取り入れながら進めていく必要がありまさに七次総合計画のまちづくりビジョンとして掲げる共に歩み共につくる温子送信会津若松を体現してきたものと認識しておりますまた市民の声の市政への反映についてでありますが市では市民の皆様の声を聞く機会として 市内各地や各種団体からの要望書をはじめ、市長との触れ合いの日の開催や、市長への手紙、さらには市民意識調査やタウンミーティング、パブリックコメントなどを実施し、さまざまな市民の皆様の声の把握に努めているところであります。各地区や町内会、各種団体などから寄せられた道路や水路などの社会基盤の整備に関することや、 教育施設や防犯防災設備に関することなどの要望については調査検討を行い緊急性や公共性財政状況費用対効果などを考慮しながらその時点で最も適切と思われる対策を講じてきております条件の整った事案から順次対応してまいっておりますまた第7次総合計画の策定や地域福祉計画をはじめとした 様々さまざまな個別計画の策定、県立病院跡地の利活用の検討などの際には、市民意識調査や提言の募集、懇談会や意見交換会などを実施し、多くの市民の皆様から意見や提案をいただきながら、計画策定などに大きく反映してきたところであります次にに松市民の日の日制定についてであります。 県におきましては、郷土についての理解と関心を深め、ふるさとを愛する心を育み、自治意識を高めるとともに、県民が心を合わせて、より豊かな福島県を築き上げることを期する日として、8月21日を県民の日として制定しており、このような趣旨については意義のあるものと認識しております。一方、県内多市、さらには本市と姉妹都市等の名約を締結している 自治体におきましても市民の日の制定はしていないところであり現時点では県内他市の動向や先行する自治体の取り組みについて情報の収集に努めてまいりたいと考えております次にイズ若松駅前の整備についてであります駅前は主要交通の結節点として本市の玄関口であるとともに人物情報がつながる のの拠点とととししてて利便性がが高くにぎわいと活気にあふれれた機能が求められるものと認識しております駅前の整備を促進することは、鉄道やバスなどの公共交通機関の充実、広域的な観光交流の促進、にぎわいと地域経済の活性化など、市民生活の利便性向上に資するだけでなく、会津観光の拠点としての役割を担うものと考えております。また 関係機関との協議については、平成26年度より、公共交通事業者などとの勉強会を立ち上げ、整備の方向性の認識共有を図ってきており、駅前広場整備に向けた意識,向けた意識が醸成されてきたものであります。会津若松駅前の整備にあたっては、土地権利者である JR 東日本や、 JR 貨物および地元住民はじめ、市民の皆様と連携し、駅前、広場の整備、計画を丁寧に進めていく必要があるものと認識しており、今後、各種基礎調査の実施により、具体的な事業手法や全体事業費の把握に努めてまいります。次に、市民共同や参画によるまちづくりの考え方と方向性についてであります。 市では市民公益活動団体と行政が共同の視点を持ちながら地域課題の解決やまちづくりに取り組む社会を目指して市民共同推進指針を策定しその実践事業としての行政提案型共同モデル事業や効果的な課題解決が期待できる共同のアイデアを市民の皆様から提案いただく市民共同アイデア募集事業に取り組んでおります。 また、市民、議会、行政、それぞれが主体として役割を担い、自らの意思と責任に基づき、公共的な課題の解決を図っていく、自主・自立の町を目指して、自治基本条例を制定し、三角と共同による町づくりを進めており、現在、北会津、川東地区の地域づくり委員会や、港地区、港地区地域活性化協議会などにおいて、 市民自らがまちづくりに参画し、地域の課題解決や活性化等のために活動を展開しているところであります。こうした市民参画事例の積極的な情報発信や共同事業の実践の継続により、地域や市民公益活動団体への取り組みの普及拡大を図るとともに、市民一人一人のまちづくりへの参画意識の高揚や、共同への理解促進に努め、 本市を構成する多様な主体の皆様とともに、参画と共同によるまちづくりを進めてまいりますえ。次に、日本型ランドバンクの認識と、まちづくり事業への支援策についてであります。空き家、空き地、幅の狭い道路などを一体で再編し、良好なタクシーを生み出す日本型ランドバンク事業は、まちづくりの課題となる物件や 低未利用地等を解消しし域開発の促進につながるる有効な手段であると認識しております先行事例といたしましては、鶴岡市において不動産に関わる専門家が集まり設立した NPO 法人によるランドバンク事業が実施されており、道路の拡幅や小規模な価格の再編を行うことで、土地の有効活用や、 流通促進に効果を上げていると聞き及んでおります本市におきましても、複雑化した権利関係などにより、利活用が図られず放置されている空き家や低未利用地が多数存在していることから、不動産に関係する団体等と連携し、これらの有効活用と流通促進を図る取り組みの在り方について、研究してまいりたいと考えております。 なお、その他のご質問については、副市長、教育長、および主管者よりお答えを申し上げます。副市長。お答えいたします。広域観光や滞在型観光の現状に対する認識についてであります。さらなる観光誘客と、経済波及効果の高い滞在型観光の拡大を図るためには、広域観光の推進がますます重要になっており、 現在、県内外の自治体と連携し、海遊性の向上や、滞在型観光の推進に取り組んでいるところであります。会津地域におきましては、極上の会津プロジェクト協議会の取り組みにより、既存の観光資源に、日本遺産、会津の33貫の巡りを加え、より海遊性を高めた広域観光の推進に取り組むとともに、隣県においても、米沢市や日光市、新潟市、 佐渡市等と連携し周遊ルート作りや着地型観光の推進観光プロモーションなどに取り組んでいるところでありますまた滞在型観光の推進に向けましては今年からナイトタイムエコノミーに取り組んでおり18時以降も時間を延長して営業している店舗を紹介する極上の夜旅や街中ライトアップ低料金で会津の酒と料理を味わうことができる 屋上ののの酒などの取りり、り組みにより宿泊をを伴う夜の観光推進を図っているところであります。また DMO の取り組みにつきましては会津若松観光ビューローにおいて昨年度 DMO の担当職員を配置するとともに観光動向に係る基礎データの収集やアドバイザーの指導による DMO 手法のノウハウ習得などを行っているところであります。 今年度は基礎データの収集の継続とともに、昨年度に収集したデータの分析等を行っているところであり、また、8月には地域限定,限定旅行業の登録を行い、着地型観光旅行商品の開発を進めております。今後も観光関連データの収集・分析の高度化と、それに基づく戦略策定や、地域の合意形成を行う仕組みの構築に向け、 連携して取りり組んでまいりまいす次に国におきましては、観光地域づくりに取り組む DMO や自治体の取り組みが促進されるよう、さまざまな支援制度を設けております。これまでは所管が各省庁に分かれているため、全体の把握が困難な状況にありましたが、今回の支援メニュー集は、全省庁の支援制度が、 地域資源の活用や人材育成、情報発信、基盤整備など目的別に取りまとめられており支援制度の活用が促進されるものと認識しております一といたしましては事業の推進にあたり財源確保のために国の支援も必要であると考えていることから支援制度の把握とその積極的な活用を図ってまいります 次に来年度に向けた観光振興策についてであります。来年度は特に2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、増加が見込まれるインバウンドに的確に対応していくため、ホストタウンである太陽国からの誘客促進事業をはじめ、台湾や欧米などのターゲット国に向けた各種事業を着実に推進していくことにより、インバウンドの拡大と 受け入れ体制の整備を図ってまいりたいと考えておりますまた極上の会津プロジェクト協議会の取り組みを通じて大型観光キャンペーンの誘致に取り組み広域的な周遊観光を含め本市への誘客を推進していく考えでありますさらに来年のゴールデンウィークは10連休となることが見込まれることから例年以上の誘客を図るべく鶴ヶ城及び町中における 特別イベントの開催などを計画しているところであります。次に、ホストタウン推進要項に対する認識と事業計画及び推進策についてであります。本市では、ホストタウン推進要項を踏まえ、2020東京大会大会参加選手や参加国関係者等と相互交流が行えるまたとない機会であると認識し、対応国のホストタウンとして、 登録を受けたところでありますまた、地方財政措置が適用されるためには、大会関係者への招聘をはじめ、市民の方々や子どもたちとの交流、および事前キャンプ受け入れにかかる施設整備など、ソフト、ハード両面における取り組みが必要であると認識しております。本市におきましては、トレーニングキャンプを実施するとともに、各種交流事業に取り組んできたところであり、 今後も地方財政措置の適用の可能性についても勘案しながら、対応国との相互交流や施設整備の充実を図ってまいりたいと考えております。次に、民泊の入り込み実績と今後の可能性についてであります。6月15日に住宅宿泊事業法および県条例が施行され、本市におきましても民泊施設が同日より営業を開始したところであります。 9月末現在で8施設の届出があり、合計で368人、うち外国,人が外国人150人が宿泊されたとの報告を受けております。このことから、民泊施設については、新たな宿泊ニーズの受け皿になっているものと考えており、今後も宿泊客の増加が見込まれていることから、拡大傾向にあるインバウンド,インバウンドの推進にも有効であると認識をしております。 次に本年の外国人観光客入り込み数についてであります。本市におきましては、外国人観光客入り込み数のデータとして、毎月 V 案内所の外国人利用者数、および東山、芦ノ牧両温泉の外国人宿泊者数を把握しております。今年1月から10月までの実績として、V 案内所の利用者数は9887人で、 前年同期との比較で112%、両温泉の外国人宿泊者数は5556人で、前年同期との比較で208%となっております。本市の外国人観光客入れ込み数の傾向といたしましては、直近の3年間において急激に増加しており、特に本市のターゲット国である台湾、台欧国の 宿泊者数については台湾が約3倍、対応国が約7倍の伸びを示すなど、インバウンド対策の効果が表れているものと考えております。しかしながら、国や地域によっては依然として震災前の水準まで回復していないところもあり、今後も国や県などと連携しながら、風潮被害の払拭に継続的に取り組むとともに、幅広い観光需要の獲得に向け、 新規コンテンツの創出や情報発信などを積極的に展開してまいりたいと考えております次に東北管内ホストタウンにおける取り組み事例についてであります東北管内における各県各市町村におきましても各国のホストタウンとして登録しそれぞれの地域における特色や施設等を生かしながら事前キャンプの受け入れや 大会参加者及び関係者等との交流に取り組んでいるところであります。本市におきましても、このような取り組みに関する情報収集を行いながら、町内はもとより推進協議会を構成する各関係機関、団体等と連携し、市民の皆様に太陽国の歴史や文化等を知っていただく場を設けるとともに、今般のボクシングチームのトレーニングキャンプの実施に合わせて、市内観光施設の見学や、 学校への訪問等をを行うここととによりり交流を深めたところであります今後とも国内のホストタウンの取り組みを参考にしながら、対応国との相互交流とインバウンド誘致を通した地域の活性化に向け、各種事業に取り組んでまいります。次に、ジェットプログラムにおける国際交流員の活用についてであります。国際交流員は 自治体などにおいて国際交流事業や海外プロモーション事業等に従事するものであり、インバウンド誘客においてもその活用により一定の効果が発揮されるものと認識をしております。本市では平成8年に会津若松市国際交流協会が設立され、国際交流事業やインバウンドの受け入れにかかる事業等を実施してきており、本プログラムを活用する場合、国際交流協会 のの事業とと一部部重複すするる分もあるもあ認識をしておりますそのため、現段階におきましては、国際交流業界の事業を基本とし、本、プログラムを含む国や県の制度に関する情報収集を行いながら、必要に応じ活用を検討してまいりたいと考えております。次に、日本天文遺産認定に対する認識と可能性についてであります。日本天文遺産は、 歴史的に貴重な天文学、歴学関連の遺産を大切に保存し、次世代に伝え、その普及と活用を図るために、日本天文学会が設けた制度であり、日進館天文台跡が認定されれば、全国的に関心が高まる良い景気になるものと認識をしております。また、認定に向けた可能性につきましては、天文学会会員より、日本天文遺産選考委員会に対して、 正式に推薦したたたととの連絡をいただいだころであります江戸期における天文学関連の意向として唯一現存しているという重要性から鑑みても認定される可能性は高いものと期待をしております次に日進館天文台跡の保存活用についてであります日進館天文台跡は天文学的に貴重なものであるとともに会津藩市の学問の場であった 日進館で唯一残る遺構でもあることから、重要な史跡であると認識をしております。今後、適切な管理と各種講座などにおける見学を継続して行っていくとともに、文化財保護審議会や地元の意見を伺いながら、より効果的な保存・活用の方策を検討してまいりたいと考えております次にに東山足の巻両温泉からの要望書についてであります。 両温泉観光協会からは、温泉地域活性化推進事業補助金の増額をはじめ、震災復興特別補助金の継続交付、空き旅館等に対する積極的な取り組み、温泉設備に対する支援の4点について要望をいただいたところであり、いずれも温泉地域の活性化を図るために重要であると認識をしております。その対応といたしまして、補助金の増額、 並びに継続交付につきましては、平成30年度より当該補助金の要項を一部改正し、補助限度額の見直し、並びに補助率の引き上げを行ったところであり、今後もより効果的、効率的な振興が図られるよう精査し、両温泉地域と協議を重ねてまいりたいと考えております。ままた空きき旅館等への対対応や温泉設備ににする支援につきましては中 長期的な取り組みが必要と考えており、他自治体の事例等を参考にしながら研究をしてまいりたいと考えております。また、次年度に向けては、温泉地域活性化推進事業補助金の交付により、引き続き湯温泉観光協会の取り組みを支援するとともに、温泉ガストロノミー事業や温泉資源と他の観光資源を組み合わせた魅力向上を図る取り組みなどにより宿泊者数の増加や インンバウンド対策、風評対策などに取り組んでまいります。次に、鉄道各社との連携による、両温泉振興策と、市内への誘客宣伝事業についてであります。今年度におきましては、JR 東日本の協力による、保し1 0 5周年、アドトレインの運行や、東武鉄道との連携による、日光からの誘客事業や商品造成、また、 会津鉄道等と連携した浅草駅からのインバウンド誘客など、鉄道各社との連携による取り組みを行っているところであります。こうした取り組みに加えまして、両温泉および鉄道各社のグループ事業等により実施された合同商談会において、旅行商品の造成に向けた働きかけ,きかけを行っており、鉄道関連企業にも協力をいただきながら、誘客活動を展開しているところであります。 今後も鉄道各社及び関連企業と温泉地域活性化の施策と施策との連携を強化し本市への観光振興を図ってまいりたいと考えております教育長お答えいたします私が目指す本市の子どもたちの将来像についてであります私は本市教育の基本目標である未来につなぐ人づくり の実現に向けて、本市の子どもたちが学ぶ喜びや楽しさを実感しながら、確かな学力を育むことを目指してまいります。さらに地域の皆様と元気な挨拶を通して交流し、あいずっこ宣言の精神を生かして、誇りと自信、夢を持ってたくましく未来を生き抜いていくことができる子どもたちの育成に取り組んでまいります。次に、行人小学校改築の理念についてであります。 学校は児童・生徒の安全安心な学びの場でありますので、耐震安全性や防犯機能に優れ、併設する子どもクラブと一体的に利活用できる校舎を整備してまいりたいと考えております。また、学校は地域の財産でもありますので、地域とともにつくり、守る公共施設として、地域と学校の共同の取り組みの拠点となる施設を目指してまいります。特に 京人小学校は長い歴史と伝統を有しており、地域住民の方々にとっても改築は長年の願いでありましたので、今後も京人小学校改築推進委員会をはじめとした地域、保護者、関係機関の皆様との議論の経過を大切にし、整備してまいります健康福祉部長、はい。お答えいたします。 保育教諭の特例にに対すする認識についてであります子ども・子育て支援新制度施行により、両方連携型認定こども園に勤務する保育教諭については、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方が必要となりましたが、新制度施行後5年間に限り、いずれか一方のみを有するものでも、保育教諭となることができる特例により、両方連携型認定こども園への円滑な移行につながったものと認識しております。 また、本市における4月1日現在の市内の養保連携型認定こども園の保育教諭は250名であり、市内の施設からは、現在働いている保育教諭が幼稚園教諭免許状更新講習受講の際に、定員の関係で県内の免許状講習認定校での受講の予約に苦慮していると伺っております。また特例期間が終了すれば 幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を持っていない保育教諭は勤務できなくなることや、職場復帰する保育教諭は、幼稚園教諭免許状を更新した後に勤務しなければな,くな,るならなくなるなど、各施設の人材確保が厳しくなる,もなることも懸念されます。なお、特例期間は来年度末までとなっておりますが、現在、国において、特例期間を5年間延長する方向で検討していることから、その状況を踏まえて対応してまいります。 教育長お答えいたしますジェットプログラムやスポーツ国際交流員の活用についてであります本市におきましては昭和62年度からジェットプログラムにより外国語指導助手 ALT を派遣して,てきたところでありますしかしながら小学校外国語活動の必修化中学校におけるコミュニケーション能力に重点を置いた外国語教育の重要性などから 派遣する ALT の人数が大幅に増え、教育委員会事務局において派遣業務を滞りなく進めることが困難になったこと、また、教員に向けての研修や小中連携の強化を目指したプログラムを取り入れる必要性があることから、民間企業への委託を開始したところであります。一方、スポーツ国際交流員の活用につきましては、募集の仕方や推薦の方法が ALT 等とは大きく異なることから他の自治体の取り組みを注視しながら検討してまいります以上でございます渡辺美智議員一定の答弁それも丁寧な答弁ありがとうございました再質問させていただきますまずあの観光地域づくりに対する支援メニューですけれども答弁にもあった通り えー、さまざまな省庁の支援制度がありますよね、でその把握や積極的な活用という答弁、まあ、一体どのように今後進められていくのかという点、あとあの、インバウンド誘致とホストタウンについてですけれども、あの国のホストタウン推進要項によると、特別交付税、えー、と地方債措置、 まあこれはあの地域活性化事業債が充当率90%、交付税措置率30%がありますが、まあ、今後、これらについての活用の可能性について、お聞かせをいただきたいと思います。あとあの、の局長から答弁ありました日、日進館、失礼、副市長から答弁ありました、あの日進館天文台を生かす保存の考え方なんですけれども、 日本天文遺産の認定可能性について、答弁をいただきました、そこで国、これ、内閣官房と文化庁が昨年12月に策定した文化経済戦略や、今年一1月末に文化庁長官官房政策課から出されている通知を見ますとね、文化財の保存活用にかかる国庫補助事業の地方負担についても、 一般補助施設等事業債の対象とされます。なお、元利償還金に対する交付税措置が拡充されているということになります。この辺についての認識と活用の可能性について、再度答弁を求めたいと思います。またあの市長から市民に愛される姿勢とまちづくりについて答弁いただきました。まあ、あの jr 会津若松駅前の整備について。 関係機関等との協議が進んでいるということだったんですが、まあ、では、事業費の積算はいつ頃までを目標にしているのか、またその財源をどう見込んでおられるのか、えー、もう一度答弁をいただければと思います。あとあの、新教育庁の方針、教育行政における課題認識の中で、子どもたちの将来像や、業務小学校の建て替え計画の理念をお聞きしました、まあ、意気込みを感じております。 えー、ではあの、教育長自身、まあ、現場の経験も長いんですけれども、市内小中学校の現場での最も優先されるべき課題が何だというふうに、現時点でお思いなのか、お答えをいただきたいと思います。2回目の質問ですですすえっとね あの今、再質問なんですが、1問目であの質問に関しては全部匹敵することになっております、えー、例えば二審館の、まあ、これあの、その後の保全、あるいは管理ということで、そのなんですか新しい人、えー、交付税措置等々ですか。これは1問目 何言いますか新たな新たな質問ではないんでしょうか、それからもう一つ、あの最後の教育長に対する質問なんですが、その現場の課題は何かと思っているのかというようなことも含めてです、ね、えー、これらも全部一問目に、えー、比例して答弁を求めると、だからその最初の答弁との、ああ、 質問からどう発展していくのかということについて、ちょっと関連性が薄いんじゃないかなと、私は思っているんですが、いかがでしょうかははい、はい医長、どうぞあの。天文台については、保存整備、非常にお金がかかるということでございましたので、その保存と活用について、一度目質問をさせていただきました。ででははこういいったその手法もあるのではないかと いう提案をさせていただいて、えー、答弁をいただきたいというふうに思いましたので、その点はあ再度精査をしていただきたいと思います。えー、2度目の教育長への質問については、えー、それは議長判断にお任せをいたしますはい、えー、それではですね、あのいやいや私にとっては議員議の残るところですが、えー、これはまた後からあの総括会議もありますから、 そこでまだもんでもらいたいというふうには思いますが、えー、じゃあ、最後の,です、ね、あの,今日あの現場の課題等々についてはです、ね、これは昨日のお代表質問での,あの質問ではありましたので、これはじゃあ,あの、なしということにさせていただきたいというふうに思います、はい、観光商工部長。えー 国ののの支援制度度についいての再ごご質問でございますえ観光振興に関する国の支援制度の把握につきましては、さ、えー、まざ、あ、まな省庁の支援制度がございまして、えー、そのか、えー、活用につきましてはあの、観光地域づくりに対する支援メニュー集の活用をはじめといたしまして、国検討からの、えー、情報収集に努めているところでございます。 また、あの、その中で、制度の活用にあたりましては、その詳細について、関係省庁に問い合わせるなど、支援制度の活用に向けて、その的確な内容の把握に努めているというところでございます。また、支援制度の活用についてでございますけれども、あの、国の支援制度につきましては、これまでも、地方創生推進交付金ですとか、 あるいは訪日プロモーション、地方連携事業などを活用しているところでございまして、国の支援制度を活用するということになりますと、観光振興の推進、あるいは財源の確保にもつながりますので、今後とも本州における観光振興事業を展開していく上えで、活用可能な支援制度については、積極的に活用を図ってまいりたいというふうに考えております教育部長。 再度の質問にお答えしたいいと思います2点いただきまして、まず1点目でございますけれども、インバウンドホストタウン認定後の地方財政措置、いわゆる地方債の活用についてのお尋ねだと思いますけれども、これにつきましては、ご質問にもありましたように、先日、タイ王国のボクシングチームが、 トレーニングに来たときに、川東総合体育館を活用させていただきましたけれども、そういった施設面の部分において、タ対応国からの要望等があれば、改修などの、施設改修などの部分について、今後、検討させていただく際にです、ね、この地方財政措置、有効な財源と考えておりますので、検討をしてみたいと考えているところでございます。 それから2点目の日清間の保存活用における、これも財政措置を活用したらどうだということでございますけれども、現在、保存活用については、町内において検討しているところでございますけれども、今後、文化財保護審議会、文化財保護審議会等のご意見なども踏まえながら、保存活用について検討したいと考えております。その際にに活用たたっってそういった まあ、整備の必要が検討なされた場合には、こういった財政措置も一つの有効な財源とも認識しているところでございます、以上でございます建設部長会津若松駅前の整備にかかる事業費についてでございます。 えーとこれにつきましては、平成31年度、実際に予定しております、官民連携基盤整備推進事業費ということで、その基礎調査を行い、基本構想や事業手法などを検討するということで、現時点で全体事業費についてはお示しできない状況にあります。でまた、今後の整備につきましては、国交付金等の利用を考えているところでございます。以上でございます渡辺美智議員 ではあの、来年度に向けた観光振興策の目玉について答弁ありました。まあ、最初で最後の10連休対策のような答弁にも聞こえましたが、大型環境観光キャンペーンの誘致は何より効果的だというふうに考えています。まあ、今後、どのような計画を持って、働きかけをどこにされていくおつもりなのか、そちらについてお聞かせをいただきたいと思います。あとあの、両温泉からの要望事項の対応策、お聞きしました。 えー、回答書が確か12月6日付で両音声に送付されていると思います、まあ、その内容も読ませていただきましたが、まあ、あの答弁とあまり内容が変わらないと、まあ、その中で特にあの風評対策について、えー、挙げられておりましたがあ、取り組みを具体的にどのようにされていくのか、お答えをいただきたいと思います、あとあの、仮称会津若松市民の日の制定、まあ、来年ちょうど市政120周年。 というタイムリーな年にもなるわけで、まあ、県内多市に先駆けてです、ね、制定を考えるべきではないかというふうに思っておりますが、まあ、今後の可能性について、えー、再度答弁を求めたいと思います。あとあの、ランドバンクですけれども、まあ、4部長をはじめ担当職員が10月に鶴岡市に先進視察に行かれたと、えー、漏れ聞いております。まあ、そこでで何を学んでこられたのか まあ、本市の取り組むべき課題が整理されたのでしょうか。まあ、今後どのように生かされるべきとお考えなのか。お聞かせをいただきたいと思います。三回目の質問です。観光商工部長。えー、大型観光キャンペーンについての、ご質問でございます。あの、大型観光キャンペーンにつきましては、まあ、会津地域への継続的な。 誘客を図るため、えー、極上のアイズプロジェクト協議会を通じて、えー、JR 東日本などの鉄道事業者をはじめといたします、えー、関係機関に働きかけてまいりたいというふうに考えております、えー、まあどのような計画を持って働きかけるのかということでございますけれども、えー、まず、えー、時期につきましては、えー、東日本大震災からの10年ということとかあるいは忠海、えー、線の開通といった節目の都市に、えー、誘致したいというふうに考えております また内容といたしましては、極上の会津プロジェクト協議会では、これまで会津17市町村で見分け上げを行ってまいりました、花、食、温泉などの多様な観光素材に、日本遺産、会津の三十三館の巡りを加えまして、より回遊性の高い会津の広域観光の魅力を発信してまいりたいというふうに考えております。 続きまして、東山・芦ノ槻両温泉の風評被害対策への取り組みについてでございます。あの両温泉につきましては、温泉地域活性化推進事業補助金に加えまして、平成24年度から震災復興特別補助金を交付して、両温泉の風評払拭に向けた取り組みを支援しているところでございます。その他にも 本市への観光誘客拡大の取り組みをはじめといたしまして、温泉、ガストロノミー、ウォーク事業ですとか、あるいはナイトタイム、エコノミーなど、宿泊を伴う夜の観光推進を図っているところでございまして、温泉と他の観光資源を組み合わせた取り組みによって、宿泊者の増加につなげてまいりたいというふうに考えているところでございます村、えー、部長。 市民の日ののの日制定にについいての再度のご質問にお答えいたします先ほど市長からも答弁がありましたように福島県の場合は会津、中通り、浜通りと大きく3地方に分かれておりましてそれぞれ伝統文化、気候、風土などの違いもあり県民の一体性や共同への愛着を持つために県民の日を制定するということについては意義があるものと考えております。 まあ、県内については取り定めている自治体はないわけでありますが、まあ、関東地方の自治体等について調べてみますと、えー、市町村が合併した周年を機に制定しているところが多いようであります、えー、これに対しまして会津若松市の場合を見ますとすで、まあ、に市民の一体性や共同への愛着がすでに高い域に達していると認識しております、まあ、県や関東地方の自治体などとは 基本的な状況はまあ同じではないというふうに現在のところを認識しておりまして現時点では今後ともまあ情報収集を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。春部長、えー、ランドバンクにかかる再度のご質問にお答えしたいと思います。あの私も10月にあの鶴岡市の方う訪問させていただきまして。 え直接あの担当されている方からいろいろなお話をお聞かせていただいてまいりました、あのー、山形県の鶴岡市は城下町でありましてあの中心市街地あの非常にまあ狭いあるいはその区画が細かく分かれているそういった町並みでありますでさらにその周りに新しく形成された町並みがあってえその周りに 新たな市街地があるといったような三重構造の都市だとそうした中でその中心市街地をどのようにその整備していったらいいかというところから生まれたのがこのランドバンク事業だということでございましたあの中身を見させていただきますとですね醜覚整理事業を民間の力を使って 行うようよなものそれから空き家を使いたいというものに対して仲介をするような内容さらには空き家の維持管理空き家を新しく回収してです、ね、別な用途で使うそういったさまざまな制度を設けているようでございますで特に私ども空き家とかと低未利用地こういったものにつきましては基本的にはです、ね、民間の不動産事業 社が行う流通の仕組みの中で利活用が図られればいいというふうに思っているわけでありますけれども、中には財産の価値の問題、あるいは道路が狭い、あるいは接道していない、さまざまな条件によって、なかなかその利活用が進まないといったようなケースもあるということでは、今回の,その鶴岡市で取り組んでいるものは非常に勉強になったというふうに考えてございます。たただだしやはははりその事業を進めるにあたっててい,い面だけではなくて いいくつか難しい部分もある当然、民間の流通に乗らない物件というのはなかなか採算性が取れないといったようなものもございます、その辺を当然整理しなければならないということからいたしますと、あのそれぞれまあ事業主体がどういうところがいいのか、あるいは資金繰りをどうやったらいいのか、そういったところをです、ね、民間の不動産関係の方々と協議連携を図りながら、あーまあ今後とも内容については研究してまいりたい、このように考えているところでございます。 渡辺ホストタウンですけれども、東北管内の、えー、取り組み事例で、例えば青森県弘前市や三沢市、まあ、岩手県は盛岡市と釜石市、宮城県だと白石、石巻、えー、山形県、うん、山形市など、まあ、取り組み体制や具体的なその状況が取り上げられていますよね。 福島県内でも、まあ、いわき市の地元民間企業との連携したホストタウン活動が、えー、経産省、東北経産局が紹介しておりますが、まあ、会津若松市としてじゃあ、何をすべきなのかというところを、もしお考えがあればお聞かせをいただきたい。あとあの、お部長の方から答弁ありました、まあ、鉄道各社との連携なんですけれども、まあ、両温泉の振興策に結びつける、やっぱりその商品造成、 これを各社にどう展開していただけるかということだろうと思っています。まあ、それには、市長はじめ担当部の積極的な営業活動も必要にはなりますけれども、まあ、そこで合同商談会のその持ち方ですね、まあ、回数とか場所になるかなと思うんですが、まあ、これらを含めて二次交通の整備もまあもちろん勤務だとは思います。まあ、あのこのとあのこ 子子ども子育てて支援制度について答弁ありました、まあ、あの特例の延長5年間、まあ、これは私も知っております。まあ、すでに、あの養父連携型認定こども園の、まあ、保育士さんとか看護師さん、準看護師さんのみなし保育教諭の特例も、た、まあ、多分5年間延長になるのかなというふうには思います。まあ、そんな中で まあ改めて市の立場でですね市の立場でどのような対策が必要と感じているのか再度お答弁をいただきたいと思います。四回目の質問です。教育部長。えー、再度のご質問一点目のホス,トホストタウンとして市として何をすべきかというご質問だったと思いますけれどもこれにつきましては。 ホストタウンに登録を申請した際に、本市におきましても、交流計画という計画を策定して提出しております。それは2019までの交流と、2020オリンピックが行われる年の交流、それから2021年以降と、3段階に分けて示しているわけでございますが、今、前段の部分では、本市とタイ王国との相互交流と。 いうことで例えばです、ね、今回、トレーニングキャンプにお越しいただきましたけれども、その際に会津の郷土料理とか文化を知っていただくと、そういった交流を考えております、で2020年に関しましては、直接、選手団もそうですけれども、観光でいらっしゃる応援の方々もいらっしゃいますので、そういった方々へ対しての、まあ、観光施設の優遇措置、 そういったものも考えているところでございまして、何といってもですね、2021以降、オリンピックが終わってから以降の交流が大切だと考えておりまして、これにつきましては、例えば総合ツアーの企画でありましたり、食と産品の交流ということで、産業経済においてもです、ね、交流を促進していくというようなことで計画しておるところでございますので、こういったところに、 精力を蓄積して参りたいと考えているところでございます。観光庁部長、鉄道会社との連携による両温泉振興策についての再度のご質問でございます。<laughs> まずあの合同商談会につきましてはこれまで両温泉観光協会が主体となりまして。 国内の旅行業者を中心に開催されました、両温,両温泉地合同商談会に市と,いたし市としても参加をいたしまして、宿泊に向けた働きかけを行ったところでございます。また、ことし10月になりますが、東山温泉で開催されました、両温泉の地区ビューひょ商品仕入れ会議、あるいは、 県が実施いたしました、旅行エージェント等商品事業セミナー商談会において、両温泉の担当者とともに、旅行商品の増税に向けた働きかけを行ったところでございます。今後におきましては、商談会の回数を増やすということもあるわけですけれども、一方で、費用面の課題もあるというようなことで、まあ、両温泉につきましては、あの首都圏での旅行エージェントに対するキャラバンなども検討されていると。 ということでございますので、今後におきましては、えー、両温泉とその今後の対応について、検討して、協議をしてまいりたいというふうに考えております。また、あの二次交通につきましては、市内に、えーま、観光周遊バスとして、ハイカラさんですとか、あるいは赤米が運行しているところでございますけれども、えー、極上蔵プロジェクト協議会において、テーマに沿った観光素材を周遊する、えー、乗り合いバス、タクシープラン、あるいは、 鉄道などを利用する二次交通商品の造成に対する支援も行っておりまして、今後も交通事業者と連携を図りながら、有客拡大を図ってまいりたいというふうに考えております観光商工部長。はい、失礼しました。健康福祉部長えと保育のの資格の関係でございますが えー、片方しか持ってない方、まあ、幼稚園の教諭しか持ってない方というのが会津、えー、若松市の場合、全体の2%、でえー、保育士の教育資格しか持ってないという方が、えー、全体の4.4%ということで、えー、少ない状況ではございますが、今、国において、国の子,育て子ども・子育て会議で、えー 36年度までの5年間の延長が議論されているということで、国の動きも注意、注意見ていく必要があるでしょうし、しといたしましては、えー、その講習にか更新にかかる講習等の情報でありますとか、あと県において資格取得の補助金がございますので、それらの情報,情報提供を各施設の方に行ってまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます渡辺美智議員 ももしもしああの健康福祉部長からあの答弁ありましたように、その機会のう、講習を受ける機会とその日程とか、なかなかその辺が難しいというお話、現場でもお聞きしてます、まあ、あの延長しただけでは結局、その最終的な解決策にはならないんではないかというふうに思って、今、質問させていただきました。えー、最後は市長に伺いたいいたと思います JR 会津若松駅前の整備とまちづくりですけれども、まあ、今月号の姿勢だにも掲載されていました、まあ、あの市長はその市民向け、えー、あるいはその第7次総計で400万人の入り込み数を目指す観光客、えーまあ、どちら向け、まあ、この駅前整備そのものをです、ねまああの、何を優先して進めるお考えなのか。 えー、改めてお答えをいただきたいと思います。あと、あの天文台について、えー、市長にも伺っておきたいと思います。まあ、あの保存と活用って、なかなかそのいっぺんに考えるのは難しいと思うんです。ただ、まあえー、市長としてはあこんなふうにしたいという、何か思いがあればです、ね、お聞かせをいただきたいと思います。あと、あの市民の日、えー、なんか私とすればですね、 ほとんどお金のかからない事業だなというふうに思ってまして、まあ会津若松市の歴史とかあの足跡を振り返るその市民の日として制定するチャンスがまあ今年来年あたりではないかなというふうに思っております。まあ市長おやりになる気があるかまあ調査研究という回答をいただいたんですがその辺について何かあれば、あと最後にあの母神150周年記念事業が終了後。 来年度度以降にに向けたたた観光振興策のの目玉についいてはは一定程度部長からの答弁はいただきました、まあ、参戦を目指す市長として、えー、この先、会津若松市の観光のあるべき姿を多分思い描いていらっしゃるんではないかというふうに思います。やはりその継続した事業、まあ、あの単発ではなくて、ですねそういった事業を市長としてどのように展開していきたいのかというあたりをお聞きして質問を終わります。あり 答弁は簡潔にお願いします、ほとんど各部長が答弁していると思いますので、お願いします、はい、お答えをしたいと思います、最初にあの駅前の整備ということでありますけれども、もともとこちらの問題はです、ね、議会でもあのやり取りされているように、指導管1の6号線、踏切が相互、ね、交通になると、交互交通から通常の交通に変わったということで、あの通行量が増えてきました。 で駅前整備についてはかねてより、えー、県道と市道の付け替えも含めて、検討課題でありましたで、関係機関といろいろ相談をしていく中で、駅前、このままでいいのかという話が、あのお答えしたとおり、26年ぐらいから勉強会をさせていただいた中で、今、ここに至ったということでございますので、やはり駅を利用する方の利便性を高めることは、 バスを含めてタクシーもマイカーもそうでありますけれども、私は必要だと、そのために駅前の整備を今回していきたいなというふうに考えて、今の段階まで進んできたということであります。でいろんな調査をしますので、その中でどこまでできるかということもしっかりあのお示ししながら進めてまいりたいと思います。で2つ目の天文台でありますけれども、あのもう議員もご承知だと思いますが、 かつての大きさではありません、あの今の天文台そのものはで、なおかつ民地に一部なっているという中で、非常にデリケートなものでありますので、今後ですね、あのお答えしましたとおりあ、文化財の審議会でございましたかそれを含めて、地元の皆様方の対応も含めて、あの慎重に丁寧にあの進めてまいりたいといできればしっかりと。 天文遺産としてて認めていただく、くそれを目指しててやっいいきたいただ途中は非常にデリケートな状況が続くということも併わせてご理解いただきたいと思います。あと、市民の日については、あの総務部長、お答えしたとおりでありまして、会津若松市でどこをその市民の日として定めるかということなんて、非常に幅広い議論になってしまうのではないかという立ち位置からお答えせざるを得ません。最後観光でありますけれども あの会津若松にとって、まあ、少なくとも会津にとってですね観光というのはもう基幹産業であり続けてきましたで、目標は400万人を目指すということでありますので、そのためにさまざまな施策を毎年継続してもすでにやっていますあの、先ほどのご答弁もさせていただいたようにえ、JR あの、旅行関係各社、鉄道も含めてですが、商品造成のための,あの相談なんかもさせていただいています。しかしか どうやったら売れる、その商品が売れるかということであります、あのえー、来ていただくの方たちのニーズに合った提案をしていきませんと、それは価格面も含めてです、会津観光として継続して来ていただけるかどうかというのは大きな内容あの課題になってますので、その観光の発信の仕方ニーズの捉え方、対応の仕方というのは非常にあの難しい対応を今後も迫られるというふうに思います。 しかし目標は400万人でありますので、それを目指してしっかりやっていくために、あのいろいろ申し上げてありますが、広域の連携をしていくことがやはりインバウンド、それからこれからの観光にとって必要だという大きな視点も踏まえて、地域内の回遊性ももちろんであります、それから来年の,あの10連休もそうでありますが、観光地とその街中とをどう結びつけるか、いわゆる街の皆さんにも観光 客で来られる観光で来られる方たちへの対応もどうしていただいて、経済効果につなげていくかということも併せてやらなければいけない、やっぱり総合産業だなと改めて感じているところでございますので、関係する皆さんとしっかり連携をして、目標に向けて、生成38年度の観光振込み、38年ですね、はい、向けて取り組んでまいりたいと考えております以上です。 ここで暫時休憩いたします。再開を十三時といたします。